皆さんこんこにちはイヤヨンでございます今回はですね、またスイッチに挑戦していくわけですが、私はね、ゲームキューブコントローラーをつなげたり、Wii リモコンをつなげたり、えー、Wii U プロコントローラーとか、バランスビーボードをね、など、いろんなものをね、スイッチにつなげてちょっと挑戦してきました。今回はもっと遡のってね、こちらじゃん !64 のコントローラー こちらをね、ちょっとスイッチにね、頑張って繋げていきたいなと思います。ロッのコントローラーといえばね、こういうね、3D スティックとかね、いうものが新しく追加されてね、まあ、画期的なコントローラーでございます。こちらがスイッチに繋げたらとても面白いですね。ということで、今回用意したのはこちら。はい。海外でこのような商品を見つけたので、ちょっと輸入してみました。今回こちらを開けていきましょう。 はい簡単に開きましたね特に説明書のようなものはない、まあ、PC 用に使えるものでしてアダプター USB をつなげて64コントローラーそのまま使えるといったような商品でございますはい USB になっていてここに64コントローラーをさせるという感じですね OK できそうだねでこれをねスイッチに挿して64コントローラー使えるんじゃないですかね早速検証してみたいと思いますはいではじゃあこの64コントローラーアダプターをここにスイッチのね 差し込みます。はい、差し込みました。そして、この差し込んだこっちの方に、64コントローラーを差し込みます。これ、どっちでもいいんかなまあ、とりあえず左側でじゃあやってみます。はい、そしたら、例のごとく、コントローラーの画面を開きます。ここでね、今、繋がりましたんでね、これでコントローラー64、反応するかいきますあれ ?LR か ?LR。 違う ?Z?ZLR? あれ嘘ダメかなやっぱり。無理かなちょっと待って。じゃあ。じゃあちょっと左をね、右に変えました。これでちょっともう一回やってみましょう。いや、結果は一緒だと思うけどな。それいけあー、やっぱダメか。反応しないな。嘘ダメかなこれ。うーん。 ちょっとこのアダプターだけだと、これ、ダメだったんで、このね、こちら万能のこれを使ってね、ちょっとやってみましょう。こちらを差し込んで、赤に光りました。ここに、この64アダプターを差し込みたいと思います。はい、差し込みました。これで、どうださあ、これでいけないかなさあ、これで来いはいはいあれ え、マジかダメ、ダメ、ダメ、ダメか。うーん、反応しないなーえー、これ何コントローラー壊れてるかなまあ、古いものだからね。ちょっと待って、もう一個のコントローラーあったから、そっちでやってみよう。はい、じゃーん、こっちの黒い方。ちょっと黒い方、こっちのコントローラーるんで、もしかしたら白い方壊れちゃってるかもしれないから、こっちでちょっとね、やってみたいと思います。で、黒い方逆のこっちに差し込みます。はい、差し込みました。これで、さあ、行くぞはいはいあれ やっぱダメかいや、このコントロールも壊れてるかもしかして。えー、ダメ使えないうーん、ダメか、やっぱり。一応念のために逆もやってみよう。一応このちょっと白と黒も逆にしてみようないと思います。まあ変わんないと思いますけど、ちょっと逆にして、もう一回やってみたいと思います。これで頼めはい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 ああ、やっぱダメかうーん、ダメだなぁ。使えねえわ。 ちょっと待って、あとなんかないかな。そもそも黒いコントローラーね、これなしでちょっと、直接差し込んで、やってみたいと思います。直接差し込んで。はい、直接、アダプター差し込みました。これでもう一回やってみよう。はい、はい、はい、はい。あー、やっぱダメかー。無理だなー。あー、使えないわ。出てこない。いやー、残念。無念だなー。 いやー、ちょっとな、ダメだったね、これね。うーん、せっかく海外から輸入してきたのにね、使えなかったな。なんだろ、PC だからさ、PC の USB だから使えると思うんだけどな。でも前にもやった、このアダプターね、えクラシックコントローラーとか、Wii のクラシックコントローラーが使える、この USB のやつ。これもね、えーと、使えなかったんで、クラコンは、Wii のクラシックコントローラーとか使えなかったんで、まあ、これと似たような感じだと、 まあ、どっちも使えないっていうのは納得いくんですけど、こっちはね、なんかパソコン用の、なんか専用のアプリが必要で、だから使えないみたいなことは分かったんですけど、これね、普通にパソコンで挿せば使えるみたいな感じだし、ね、なんかアプリの危ないとかもないから、使えると思ったんだけどな、いやなんかダメみたいだね。 このの万能のねこれ使っていろんなものつなげてきましたけどこれじゃなくてまたなんか違うものをなんかカスタマイズしてなんかどんどんぶっ刺してで最後に最終的にこれ勝ちみたいな感じでやっていけばなんかもう変換変換変換されて64に使えるみたいなことができるかもしれないねうーん今回は失敗っすねこれからもちょっとのそれなんかいろんな商品探しながらなんとか64コントロールもスイッチにつなげられないかちょっとね えー、継承していきたいと思いますんで、これからもお願いします。今回は残念ながら失敗っすね。はい、ということでじゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。えー、ぜひね、こんな商品を頑張ってね、海外から取り寄せてよく頑張ったと思ってくれた方、えー、ぜひ高評価の方お願いします。64コントローラーなんで結局使えねえんじゃねえかバカろうと思った方は低評価お願いします。えー、ぜひコメントなども、えー、していただいて。 こうやればできんじゃないですかみたいなこともね。あれば、えー、ぜひ、お願いします。えー、ぜひ、チャンネル登録の方も、してない方、よろしくお願いします。では、皆さん、さよなら。